ペイソンがゲームをやる動画。ペイソンがゲームをやる動画。どうも、今日はペイソンです。はい、ドゥーン。はい、ということで、本日はですね、こちらのゲームをやっていきたいと思います。はい、ファイトリーグです。はい、僕ね、最近まあ始めたばっかなんですけど、まあね、まあまあ、やってる感じで、結構ね、順調にやってるんで、今からね、これをやっていきたいと思います。はい、まずね、今回は、ブロンズ A リーグになってるんですが、これはまあ、リーグ戦リセットして、ブロンズ A リーグになってるだけで、まあ、この前まではシルバーの B ぐらいまで行ってたのかな。うん。で、今回ですね、イベントで、この、極寒のサバイバーノースが、なんか、出てるんで、ちょっとこれをやっていきたいなって思って、やっていきたいと思います。はい。で、僕のデッキなんですけど、僕は GGG を使ってますね。とりあえず。で、こんな感じです。まあね、強い人から見たらどうなのって思うんですけど、まあ僕はね、これが一番使いやすいというか、その、火力がね、すごい高いんですよ。うん。だからまあこれ使ってますね。うん。ただね、最近ね、みんな GGG 使ってる時があったんですけど、最近みんな18番街使ってる人が多いから、今18番街が強いのかな？全然わかんないんですけどね。うん、最近なんか多分なんかのキャラが出てきてそんな感じになってるのかな。まあノーマルでちょっと対決していきたいと思います。僕の腕をねちょっと皆さんにねお披露目するということで、はい、それではノーマルで対決していきます。皆さん何使ってるんですかね、こうファイトリーグやってる人たちはね。あ、いいね、この長靴つる感じね。いやー、どんな感じで戦ってくるのか、長射タイプなのか短射タイプなのか。この最初のね、先行、お、先行で何これ出してくるの。うわ、すごくない、なんかこの、マジか。まあ、僕、そうだな、これはとりあえず、ここに置こうかな。アジャスト G レンチはもう僕はスタイルチェンジしてて、まあ、スタイルチェンジした方が強いのかなと思ってね。とりあえず、こうしてます、今。なんか、何これめっちゃ強くない？まあ、横だけだけど。めっちゃ強い。うわ、何？すげえ強いじゃん。700から通るじゃん。あ、100だった。なんで？なんでこっちは700になってるの？え、全然わかんない。なんで？瀬戸内爆鳥だ。いやー、これやられるか。どう、あー、やられちゃったか。まあ、とりあえずはそうだな、こいつらちょっと邪魔だな。あ、赤俺のチームなのこれ。なんで、まあそうだね、とりあえずは迷う、どうしよう。ここで行こうかな。迷うな。うわー、どうしよう。ラジボーイで相手を行きたいんだけど、まあ、とりあえず、その GGG に関しては、敵を倒しながらじゃないと、ね、ダメらしいんでね。とりあえず、そうだな、これでいこう。敵を倒しながら、倒しつつ相手リーダーに攻撃していくみたいなね、感じで、進めていきたいと思います。圧ぐちゃぐちゃになるのを、ね、かけてもいいかもしれないね、これね。すごい迷うな、まあ、とりあえず、まあ、ここでいいかな、ね、うん、これでまあ敵リーダーに200はダメージ食らえるんでね。カカオアーミーチロール、うん、かわいいですね。はい、これで、まあ、とりあえず敵を倒しつつ、うん、相手リーダーにダメージを与えていきたいと思います。はい、すごいな、瀬戸内爆鳥めっちゃ来るな。これで攻撃力アップしてるのか、うん、まあまあまあいいでしょう。どうしようかね、その後ね。うわ、めっちゃいるじゃん。まあいいわ、全然いいわ。 HP200 しかないしね、全然痛くない。うん、やるよいる、まあ、この後はまあこれでしょうね。攻撃範囲内の全ての敵ダメージ200ダメージするんで、これでいきます。結構これもね、
使ってますね僕。うん、いい感じで、ここからですよ。ここからこのね、太鼓ちゃんが邪魔太鼓ちゃんが邪魔すぎる。ちょっと相手に攻撃食らわせられないんで、まあここでとりあえず400食らわしますか。ちょっと無計画かもわかんないですけどね、うん、これでとりあえずいきます。まあ勝利のコーヒーですが、もう勝った気がする。あ、来た、こいつ好き、ガーディアンバール。でもいいとこ買っちゃったな。まあまあいいです。まあ置くとしたらここ左のとこかな。置かれちゃったらあれだけど、タイコちゃん、まあ、200だから全然痛くないよね。あー置かれちゃったね。ここフィッシャーガールのだって100だったっけ。素晴らしい。あ、うまいね相手。まあとりあえず相手を倒しつつなんで、ここ置いときましょうか。まあこれでね、いろいろ全部攻撃できると思うんで、はい、当たってで直接攻撃もあって、うん、まあまあまあいい調子ですね。でこの後ちょっとどうしようか迷うんだよな。もうファイトブースト行こう、ファイトバースト、ファイトブーストわかんないけど、ファイトブースト行こうか。まだいいかな、ここで行こう。いやー、ガーディアンバールがほんと重宝してるわ。だってほら、これでみんな400だからね。全員400プラスってすごくない？強すぎる。うん、でも太鼓ちゃん1300食らってるからね。これでこの後にね、 G レンチ食ればもう確定だったんじゃない、勝ち。ファイトバースト何なんだろう、スキルは。あ、全員に200？ わあ、これ結構強いな。どうしよう。まあまあまあ、いいでしょう。これアーツがぐちゃぐちゃになるってね。ほんと、運だからね。ちょっと危ねえな、これ。危ない気がする。やばい。どうしよう。退場した。どうしようかね。これでいこうか。アニマルポタージュで。アニマルポーターポタージュ。ああ、出てきた。ああ、出てきたからダメだ。おけんくなったわ。アーツぐちゃぐちゃになるで、ちょっと、いや、やめよう。これでいこうか。とりあえず、敵メンバーに200ダメージを与えて。それでいこう。はい、いいね。でとりあえずここが300プラスなんで、ここでいきましょうか。ちょいちょいダメージを与えつつね。いいね、いいよ、はい、いいよ。まあこれでじわじわと、ボディーブローのようにね。まあ、ボディーブローってじわじわじゃなくてもう一撃らしいけど、ね、あ、これね、毎ターン召喚してくんのか。まあ、大丈夫でしょう、ここは。方向変換。うん。まあまあまあ、ギリギリってとこかな。ちょっと微妙だな。危ういかもわからんけど。一緒上がるの、ほら。まあ大丈夫でしょう。いけるいける。まあ、ノーマルだしね。ノーマルでも全然落ちる可能性も高いからね。オーバーバースト始まったね。まあ勝ちじゃないの、これは。うん。ここ置きましょうか。で、この置いて、下に次ガーディアンバール置いたらもう勝ちだね。これで決まっちゃうんだよ、相手したら。まだか。これ一撃の火力見ててくださいよ。これ素晴らしいと思いますよ。どこ置こう。ここでいいかな。リンク分、あーでも、あ、そうか、全部リンクしてるから。さあどうだ、500500。あ、でもそんな火力が出ないか。あ、1400出た。でも1400火力出たらすごくないですかね。はい、見事勝ちました。ノーマルだけど、
まあ全然全然これで落ちれば問題ないんでね、落ちなかったらちょっとノーマルからハードに行かないと。いや落ちてくれるかな。おお落ちた。あ落ちるのかな普通に。うん、はい来ました。サバイバーノース SQ ですね。効果が全てのハイファイターをクリーンにする。ファイトバースト、ファイトブーストが全ての味方メンバーの攻撃力100アップ。あ、これ結構いいんじゃない？強い強い。うん。いいですね。こんな感じで。はい。ということでですね、僕、秋山ペイソンは、まあ、レベル33で、まあまあ、そこそこ強いぐらいですね。まあ、これからもね、どんどん強くさせていくんですけど、うん。とりあえずね、まあ、こんな感じで僕はファイトリーグをやっていますよ。うん。やだ、見つけちゃった。とりあえずまあ100あるしね、ちょっとガチャでも引いてみますか。ね、ファイティングフェスタやってますから。これだって、10連で、まあ、S 級以上のファイター登場率がね、上がってるんで、まあこれは大魔法少女ハーモニーをね、ちょっと当てたいと思います。いくよ。100連、100連じゃない、10連回すよ。いきます。ファイトブースト。この矢印が、矢印が、この矢印のなんか光ったやつが上に行った瞬間。1、2、3、来た！あれ？確定率じゃないこれ。確定率じゃない？ファイティングバーストって言ったの今。え？なになになに？当たってる？これ何確定？え？なんで今 ?US 来るんじゃない？俺初めて聞いた今の。あ、来た！ US だ！うわ、来た！来たよ！うわ、嬉しい！うわ、嬉しい！ああ、はいはいはい。あ、お決まりのですね、レイ・ワウルフさんね。いや、めっちゃ嬉しい！ US2 体目よ、ガチャで引いたの。うわ、めっちゃ嬉しい！ああ、これはまあ S 級か。まあまあまあ、全然。でも、使わないからな。GGG 以外使わないから、まあ、こっちの S 級出たから、こっちで使ってみようかな、今度。こっちの。はい。これ、もう一体来たら、あ、来たんじゃない？うわ、やば！来た、大魔法少女来た！嬉しい、これは！嬉しい！何？めっちゃ来てんだけど。ホイキングも来た。太鼓、さっき勝負した時のやつ。めっちゃ嬉しいわ。US2 体来てんだよ、連続。うわ、じゃない？え、何これ？しかも GTK って、強いやつでしょ、これ。まずこの、トイ・オブ・ザ・モンスター。味方リーダーに500ダメージ。登場した瞬間よ。やば、しかも長射タイプ。やば！大魔法少女ハーモニーが敵ファイター2体にダメージ。ファイトバーストが、しかも、やばくない？全部だよ。全部に矢印あるから、単射だけど、めちゃくちゃ強いじゃん、これ。で、これよ。ピンチ。そう、ピンチの時、攻撃力500アップだから、あれだよね。もう、ほとんどピンチ系のモンスターを連れてれば、多分もうみんな火力アップするから、最強じゃないこれ。いや、めっちゃすごくないこれ。これちょっと、スクショだわ。ああ、なんで？なんで下行ったの？いや、これスクショだわ、これ。いや、すげえ。いや、これちょっと、これで、このままエンディングいきますわ。はい、ということで、今ね、ファイトリーグやってガチャを引きましたけど、なんと、S 級、US、ウルトラスーパー級がね、3体も出るっていう。3体ですよ、3体。やっべえ。こんなことなかなかないわ。照れる？照れるって何？はい、ということで、今回はやっていきました。以上です。またね、やっていくんで、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、面白かったら、チャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録は、左の俺の顔からクリックです。